アベル・ボナールは、フランスの詩人、随筆家、政治家。中西部のビエンヌ県ポワティに生まれ、パリのリセル・イル・グラン、エコール・デュルーブル、パリ文科大学で文学を学び、1906年の、お屋敷、人々など3冊の詩集で華々しく、文壇にデビューした。1924年には、気候、中国にてでアカデミー・フランセーズ文学大賞を受賞したが、 1930年代に右翼団体アクシオンフランセーズのシャルルモーラスと親交を結んでファシズムに傾斜する。1932年6月16日にアカデミーフランセーズの会員に選出される。1940年のナチスドイツによるパリ陥落後、ビシー政権で1942年から1944年まで国民教育省を務めたが、 パリ解放後の対独協力者に対する粛清を逃れるために、ドイツ南部の軸マリンゲンを経て、スペインへ亡命した。この時、アカデミー・フランセイズを除名された。1945年7月4日に、欠席裁判により死刑判決を受け、1960年に再審を受けるために帰国したが、再度スペインへ移住し、1968年にマドリードで死去した。 日本では友情論の著者として知られ、複数の著名な文学者が翻訳している。ありがとうございます。